レイチェル・バーブ・ラベリーはアメリカ合衆国のミュージカルドラマグリー・グリーに登場する架空の人物である。演者はリア・ミシェル。日本語版の吹き替えは坂本マーヤが担当する。グリー・グリーにおける事実上の女性主人公である。2009年5月19日に初放映されたパイロットエピソードから登場している。レイチェルはグリー・グリーの制作者。 ライアン・マーフィー、ブラッド・ファル・チャックとヤン・ブレナンによって生み出された。代理母出産によって生まれ、ゲイカップルの下で育つ。実の母親は、シェルビー・コークラン。レイチェルの名前は、シットコム・フレンズで、ジェニファー・アニストーンが演じた、主人公、レイチェル・クリーンに由来する。ニュー・ディレクションズの初期メンバーの一人であり、部長としてメンバーを仕切っているが、 自尊心が過剰であるゆえに周囲をいらつかせる場面が多々ある。しかし、仲間思いで他の部員に対する思いやりもあり、譲り合う場面もある。夢であるブロードウェイの舞台に立つために全神経を使っている。歌唱力は自他共に認めるほど優れており、同じくニューディレクションズのメンバーであるメルセデスからはライバル意識を持たれている。ただし、レイチェルは メルセデスの歌唱力を称いており、二人を2大ボーカルとしている。アメフト部のクォーターバックで同じくニューディレクションズのメンバーであるフィン・ハドソンと交際している。一時期はライバルチーム、ボーカルアドレナリンのジェシー・セント・ジェームズと交際していた。ありがとうございます。